23世、本因坊永住2月15日から2010年10月22日、本名、坂田坂尾は、囲碁騎士。東京都出身、日本棋院所属、増淵達子八段門下、九段。本因坊戦で7連覇ほか、選手権制発の名人、本因坊、7タイトル制覇、タイトル獲得64回など数々の記録を持つ、合成源と並び称される。 昭和最強騎士の一人。切れ味の鋭いしのぎを特徴として、カミソリ坂田の異名を持ち、数々の名手、騎士と呼ばれる手を残している。また不責での散々を多用した。日本騎員理事長を1978年から1986年まで務めた後、1988年7月より日本騎員顧問。2000年2月15日に現役を引退。 2009年より日本棋院名誉顧問、東京府江原郡大森町に生まれる。囲碁好きの父の影響で囲碁を覚え、1929年に増ス達子二段に入門、翌年日本棋院制となる。1933年の入団手合では有力視されたが、先輩たちが長考を繰り返して、徹夜勝負としたのに、体力負けして入団を逃し、 このため翌年からは、入団手合にも持ち時間制が設けられた。1935年に入団、1940年5段と、当時では藤沢倉之助に続くスピード商団を果たす。この頃、藤沢倉之助、高川角と共に、日本棋院若手サンバガラスと呼ばれ、1943年、木戸新鋭サンバガラスが地抜け総破戦に出場、目標であった。 藤沢倉之助に初めて白番勝ちし、3勝1敗で優勝。同年、第3期本因坊戦では、5段級、6段級予選を勝ち抜くが、7段級予選で敗退。1944年に2ヶ月の教育招集。1945年に空襲で大手合いが中止となると稽古先の軍需工場勤務めもしたが、自宅も焼けて、北浦和に疎開。 戦後は1946年に再開された大手合で七段商談。1947年に日本棋院に不満を訴え、前田信明七段、梶原武雄五段らと八騎士で囲碁新社を結成して日本棋院を脱退。1948年には坂田は合成元との三番号を打つが三連敗する。ついで梶原も千番逆込みで、 クレに敗れて、意気消知にし、1949年に、前騎士が、日本棋院に復帰した。1951年に、第一期日本棋院最高段者トーナメントで、細川先人との決勝2から0で勝ち初の、棋戦優勝。第6期本院防戦リーグで、北に実る、長谷川明と3人が3勝2敗の同率となったが、坂田が、同率決戦で2連勝して挑戦者となる。 この前年に、橋本宇太郎が、本因坊位をもって、関西棋院の独立をしていたことから、日本棋院の本因坊奪還の期待を一心に、背負っての挑戦手合となるが、3勝1敗後の3、連敗で、橋本に敗れる。1952年の4強リーグ戦に優勝したことで、1953年に、5制限と6番号を打ち、4勝1敗1時後とする。 先合い先とはいえ、クレに勝ち越したことで世間の注目を集めるようになり、さらに同年、クレと十番号を打つが、八局目で二勝六敗となり、低先に打ち込まれる。1955年に、大手合で、日本棋院では、藤沢倉之助に次いで二人目の9段昇段。同年代一期最高位戦のリーグ戦で、杉内正夫七段と、同率一位となり、前年度リーグ一位の坂田が、 最高位となる。また3冠だった高川角から日本起因選手権を奪い、以後7連覇。1959年には日本最強決定戦、最高位戦、日本起因選手権戦、NHK 杯戦の4冠となり、実力者としての評価を固める。本因坊戦では、前回の挑戦以後、リーグ同率1位で決定戦、敗退3回。 リーグ2位が2回と私服するが、1961年に、同率決戦で、北に実るに勝って、9連覇中の高川角に挑戦。4勝1敗で勝って本因坊となり、本因坊英樹とゴース。以後7連覇し、名誉、本因坊の資格を得る。1961年は、高川から、本因坊、王座、日本棋院第1位の3タイトルを奪ったほか、最高位。 最強位、日本起院選手権、NHK 杯を合わせて7タイトル制覇の記録を作る。1963年の第2期名人戦は、リーグ最終戦で、5制限を破り6勝1敗で挑戦権獲得。藤沢秀幸との挑戦手合を4から3で制し、名人本因坊を合わせ持って、機械の第一人者となる。1964年にも、名人本、本因坊、 日本棋院選手権、プロ実決戦、王座、日本棋院第1位、NHK ファイト、サイドの7タイトル制覇。1964年から1966年の本因坊戦では、挑戦者の高川角、山部敏郎、藤沢秀幸を4から0で退け、その前期の高川戦、時期の林美保戦を合わせ17連勝と圧倒的な強さを見せた。またこの時期、 1963年10月から64年7月まで一般規制で歴代1位の29連勝を達成しており、これは2017年時点でも破られていない。この記録は、将棋棋士の藤井聡太が2017年6月に将棋界の連勝記録を更新する29連勝を達成した際、日本棋院が記録を改めて調べて発表されたもので、ある。 名人に連覇後の1965年に23歳の林美穂の挑戦を受け、20代の名人はあり得ないと語り、坂田有利の予想の中、2から4で名人位を奪われる。続いて、翌年、翌々年のリターンマッチも敗れる。本因坊戦でも1967年の林美穂の挑戦は、退けるが、1968年に敗れて、 第一人者の座を明け渡すこととなった。その後も十段、王座、日本金選手権者などのタイトルを獲得。特に1972年から1973年にかけては4つのタイトルを保持して、第二の黄金期と呼ばれ、秀才賞、機動賞最優秀騎士賞も受賞した。1975年、本因坊戦に5年ぶりに登場。 4連覇中の石田義雄に挑戦し、3勝1敗とした第5局でも投了寸前まで追い詰めるが、攻め合いのミスで敗れ、結局3から4で本因坊福井はならなかった。1978年には、規制戦全段総破戦優勝、最高騎士決定戦も、決勝3番勝負まで勝ち進むが、石田義雄に1から2で敗退。同年、第四期名人戦に、 史上最年長59歳で挑戦者となるが、大竹秀夫名人に1から4で敗れた。NHK 敗戦では1982年まで11回優勝により、名誉 NHK 敗戦主権者の称号を得る。1983年、NEC 敗戦に優勝して、タイトル獲得数を64とした。1984年夏から、 日本議員理事長職に専念するため一年間休場。1989年には本因坊リーグ入りし、古希を迎えリーグで活躍。1998年から23世本因坊を名乗ることを認められる。2000年、体力と視力の衰えにより80歳の誕生日をもって引退。2010年10月22日、胸部大動脈瘤破裂のために死去。 正四人に助せられ、12月23日に、日本棋院にて、坂田栄治お別れの会が行われた。2019年10月8日、第16回五伝道入りが決まる。門下に、荒垣武志九段、佐々木忠志九段、河野光十八段、中山香織二段。参照他の騎士との比較は、以後のタイトル在社一覧を参照。1961年に、 本因坊戦で高川角に挑戦した7番勝負の第三局で坂田白番。左上の目外しから白1と挟んで白7まで進む形は、この頃坂田が愛用した定石で坂田定石と呼ばれた。白 A を一路右に高く打つ改良版も多く打った。シリーズはこの三局目まで坂田三連勝、第五局にも勝って4から1で、 本因坊位についた。1963年、坂田が藤沢秀行に挑戦する第2期名人戦の挑戦手合7曲で、白番坂田の120手目が名手として後世にまで語り継がれている。ここまで互角の形成で、ここからの終盤で中央の力関係で血の付き方が問題となりそうなところ、一見飛びを逆のぞきするという手で優勢を築き、 明治民獲得となった。解説を務めていたゴー制はこの手を天雷の妙手と激称し、藤沢はしばらく考えた後に、そんな馬鹿なと埋めいたという、黒1から3と攻められた局面。白は A の点に穴があり、裁きが難しい状況。ここで坂田の白4が騎手として語り伝えられる一手。もし黒 B の受けなら、白 C、黒 D。 白 E と進出し、黒 A の出には4の手が働いて、白 F で連絡できる。黒は1と出て反発するが、白は2から6と、墨の4個を取り込み、可変との振り替わりに持ち込む。ピンチであった白石が、大張りで生きたことは大きく、白はこの後 A に構えて、局面をリード。一目勝ちに持ち込んだ。坂田によれば、この手は前から読んでいたという。 坂田はこの他にも、岸見名氏を数多く打っている。上村国夫はその著書、騎手で、騎手は相手の失着から生じる場合が多いが、坂田の騎手は名から言うと評している。ありがとうございます。